たまに重なり合うような僕ら、扉閉じれば明日が生まれるなら遊ぼう。こんにちは、りんともチャンネルです。今日はですね、一つお知らせがあります。僕のチャンネルアイコンをちょっと変えました。アイコンはちょっと一瞬、見てください皆さん。今見てください。チャンネルの写真を流します。さあ、このチャンネルの写真にしました。というわけで、これからはりんともチャンネルはこのチャンネルアイコンでやっていくので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。すいません、一つ言い忘れていたことがありました。この動画からアイキャッチを変えるわけじゃありません。今までのアイキャッチも使いますけど、もう一つアイキャッチを作ることにしました。この今から作ったアイキャッチを、一旦お聞きください。今のような感じです。ちなみに今までのアイキャッチに昔のチャンネルアイコンのアイキャッチなんですけど、それはやっぱり当時の思い出ということで変えません。というわけで、新しいのを一つ追加するということで、これがもう一つのお知らせでした。というわけで、ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。インスタ、TikTok もやっているのでフォローお願いします。それじゃあまた。さあ、いよいよ期待の大エースバッターボックスに上がります。記事ではどでかいヒットを打っていたが、果たしてどんな働きを見せてくれるか。さあ来た、超特急の直球だ。そして打った、これはまさか。